ちょっとビブラートもかかってる。抵抗ない。瞬発的にちょっとポジション変えてますね、うん、そこの手前の部分は、はい、割と後ろ目なんですよね、割と明け目、広め、うんうんうん、今日の番組はキョロのスポンサーのテーションだ。お疲れ様です。はい、皆さんどうもこんにちは、マイスクリーム講師のデスノのイーサン・マホーンと、はい、皆さんこんにちは、ボイスドクターのリーです。はい、よろしくお願いします。今日もありがとうございます、はい、この方ですね、生体の専門家の方、現役の耳鼻咽喉科のドクターでございます。でそんな、李先生と私ボスレーナーの本今回お送りしていく動画はと申しますと、はい、アドさんのオド、はい、リアクションしていきたいと思います。これやっていきたいんですけど、はい、前回というか先日こちらの新時代の、はいはい、まあ、解説リアクションというかですね、やりましたね。そう、はい、専門家とボイスレーナーの視点から見ていくという動画、今すごく反響いただいて、はい、それのまあ続編ということで、はい、まあ、新時代よりもちょっと前の動画になるんですけれども、オドのリアクション、はい、こちら撮っていきたいなと思っておりまして、はい、アドさん、すごすぎ。専門家もうならせる。すごいのよ。いや、すごいだよ。すごいのは分かってるかもしれないですけど、はい、いや、改めてすごいんだよっていう。そうですね。よりその細かい、僕らならではのマニアックな視点で、そうですね。ね、見ていけるんで、面白いかなと思いますので、はい、アドさんのファンの方はもちろん。そうですね。発声の勉強されたい方も、うん、ぜひ最後までご覧いただけると、すごくこう実力の向上とかにもつながっていく。間違いないです。ね。そんな感じで、このチャンネルでは、リアクション動画ですとか、ボイトレ関係の動画ですとか、日々アップロードしておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会によろしくお願いします。1322万再生です。想像つかないですね。とんでもね。はい。すごい。どんだけ数字持ってるの、ね、数字ですけれども。すいません、謝ります。ありがとうございます。はい、お願いします。行きましょう。ですよ。いきなりね、この早いんだ、このブレス、ブレスね、はい、ものにしてますよ。こっから違うんですよ。口でブレスしてる、から違う。なるほど。もうこの量が、そう、量がね、だし、うん、これワン君も分かると思うんですけど、まあ僕もこう指導とかあるし、これからね、はすうまくなりたいっていう人にとっては、はい、特に、はい、このブレスできてないんですよね。いや、マジそうですね。そうですよ。いや、できてないですよ、うん。ほとんどの人ができてないですよ。これ、音楽に乗ってないんですよね。うん、悪いリブレスっていうか、ね、そう、ただ吸ってるだけ。そう、ただ吸ってるんですね。ただ、その、発生する前に吸っていいわけじゃないんですよ。そうそう。その発生のために吸わないと。マジでそうなんですよ。そうですよね。うん、僕、クラウチングスタートって呼んでるんですけど、棒立ちのままから全力ダッシュはできないな。るほど、なるほど。感じなんですよ。それいいですね。そう。一回かがんで、使ってください。なるほど。一回かがまなあかんでしょ。まあ、例えて言うとですね。うんうんうん、これがしっかりできてるし、うんうん、それを乗せてますよね。そうですよね。だから音楽にもなってるし、まさに発声のために必要なブレスができてる。いや、本当にそうですね。だから、この感じでブレスをやっぱり、そこから練習してほしいですよ。いや、本当にそう。こんな、このね、貴重なライブ音源ですから。いや、本当にそうですね。うんうん、なんか僕らトレーナーって、うん、吸ったブレスで次の出る音が分かるじゃないですか。分かりますね。あ、もう、いける、いけるってね。なるなるなる。なるし、あ、ちょっと無理だから、一回ちょっとみたいな。そうそうそう。あるし。ブレスって止めます。止めますよね。ちょっとやめやめ。そう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 。大体似てるんですよ。そう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 。これをぜひ参考にしてみてほしいですよね。歪ましてましたね。歪みからファルまで滑らかでした、ね、確かに。この歪みもあれですよね、はい、この数ある歪みのこの引き出しの一パターンってわけでしょ。そうです、そうです。これそれで言うと、うん、ちょっと続き、はい、ちょっと行きたくて、はいはい、とかもう歪ましてるんですけど、はい、それこそ今おっしゃってもらった通り、いろんな引き出しのうち1個なんですが、はいはい、これの特徴としては、うん、ちょっと潰し気味っすね、これ。あ、ちょっと潰してる。最初のやつですか？最初もそうだし、うんうん、この後半のもそう。てか、オドのこの前半のイントロの部分が結構全体的に潰してる感じ。またちょっとロックじゃないですか、この曲。そうですね、そうですね。新時代と違って、うんうん、新時代もうちょっとポップ。確かに確かに。オドはもうちょっとダークな。そうですよね。っていう感じなんで、曲が違いますもん。荒々しいじゃないですか。うんうん、なんかちょっと潰してるんですね。なるほど。うん、空間をってことです。それがこの曲調にも合ってる。合ってるっていうこと。だから低音響かせろらっていう。なるほど。ヤンキー。ヤンキーか。歪みヤンキーがここで出てる。はい、ちょっと負け舌感もありますもん、ね。ありますね。ああ。うん。
すごいわ。この凄さ、うん、今、うん、こう連続したこの A メロの流れの中で、ね、この喉の位置ですよ。そう、はい、これ新人の時も言ったと思うんですが、確かに確かに縦横無尽ですから、すごかったっす、ね、いろんなポジション持ってるんで。持ってましたね。えって今ちょっとびっくりしました、ね、びっくりした。最初ちょっと高くて、高くてちょっと可愛らしい。そうですよね、可愛らしい、もう跳ねてる感じもありながら、止まるでしょーってやってからのだんだんこう、そうですね、これですよね。いや、すごい。これ、女性でここまで、こう、巧みに操れるって、うん、ちょっとなかなかいないですよ。これね、抵抗感もあるんですよ、女性に関して言うと。はい。こう、なんか女性のイメージというか、うん、女の子としてのイメージに、なるほど。やっぱ、どうしても僕らね、こう、社会的にこう縛られてしまうところがある。ジェンダーの出た。ここで、ここで、ここへ来て。いや、でも僕は発声に関して言うと、はい、もう、ジェンダーも何も、何の、あ、でもめっちゃそう。全部超えるべきだと思う。間違いない。僕もデスボイスの専門なんで。そうですよね。一番超えてますから。本当にそう。でも超えてきてるんで。いや、すごいっすね。それ分かりますよ。ためらえないのが常にいい発声なんですよ。なるほど、なるほど。できてますから。体現してますよ。そうですね、はい。それをこの、うん、滑らかにやってるんですよ。そうですね。この一個の、一個のワードじゃないけど、うん、もう一個センテンスっていうか、そうですね。この中で。まあ、やってますね。やってる。連続的にやってます。ね。はい。グラフに、あちこち行ってますよね。ちょっと可愛らしい。ちょっとね。まあ、なんか高い、結構下がってくる、ギャーがすごい、すごいな、ちょっとね、投げて今、ちょっと、はい、なんかいきなりハイトーンに行くところとか、はいはいはい、めちゃくちゃ難しくないですか、今どこだ、はい、今何、なんか、ちょっとハイラリにして、うん、ちょっと声帯抜き気味にして、持ってきましたね、うん。いきなり来るからびっくりする。ねえ、なんか、すごい。ず、なんか、ここのフレーズってずっと割と胸で支えてる感じのイメージがあるんですよ。うんうんうん、割と、もっと頑張って、結構こっちで支えてて、あ、なるほど、ベースはね。ベースはここなんだけど、一瞬上に行くのか。完全に、ほぼ完全、すごい、3割ぐらいにしてるのかな。胸感をかなり裏返んない程度に、支え抜いて、薄くして、はいはいはい、にしてる感じはある。これって僕らの世代のような、はい、この、ではなかったやり方というか、あ、そうか、多分そのボーカロイドのこの時代っていうかを聞いてきたりしてる影響じゃないですか、これ。ちょっとびっくりしましたね、もう。ボーカロイドとか、うん、歌い手さんとか。はい、の影響かもしれない。そうですよ。あとさんやっぱそういうの好きなんで。そうなんでしょうね。めっちゃ好きです。はい、めっちゃ好きなんで。今ちょっと一瞬ちょっと混乱しました。なるほど。確かに。はい。でも言われてみると、よくこう聞くと、ああ、そうできるものだなと思いました。そうですね。これでも一曲の中でやるってのはすごいですね。これたまにね、うん、出てきてます、ね。はい、はい。多分サビとかでも出てくる。うんうんうん。要着目ですね。はい、うん。はい、ふわふわがすごいですよね。ふわふわって、そうですね、こうキュッキュッてしてるっていうかね、うんうん、ふわふわしてない、ふわふわしてないんですよ、キュッキュしてる、キュッキュしてるんですよ、歌詞変えた方がいい、はい、キュッキュッそうですね、ふわふわね、ふわふわふわってね、うん、なキュッてキュッてね、キュッて、だからこの支えを抜くのが得意なんでしょうね。でもこれが音楽になるなんて想像できなかったですよね、すごいですよ、楽しいですよ、楽しいし、ライブでできるんだって、うん、本当にマジすごい、なんか思うんですけど、はい、このふわふわのところもさ、キュッキュッってのもそうなんですけど、うん、アナさんの声っていうかその歌い方って結構打楽器チックなところが結構あって、うん、なるほど、うん、このリズムをすごい、リズムがね、リズムを大事にしようっていうとすごい月並みになっちゃうんですけど、うんうんうん、まあ、それ以上にこうなんか本当に滑らかなんですけどね、はいはい、その一個の直線上にあるんですけども、うん、なんか叩くとこも今にあったりとか、はいはいはい、なんかメリハリもありつつ、ね、すごいですね、そういう扱い方してますね、うん、喉をね、よし、すいません、ここいや、すごい上がってきましたね、見せつけられました、ここ、なんか上がってんな、うん、ポジションをここはどんどん上げてますね、音程はもちろん上げてる、そうそう、音程も上げながら、うん、コントロールしてますよ、ですよね、はい、これ今ピッチコントロールするのめちゃくちゃ難しいですから、確かにこれ、はい、ここの上がり幅むずいですよ、はい、10回刺してほしいですよね、2桁は刺してほしい、刺してほしいですね、確かにこれ一発でやるの難しいです、難しいです、すごいな、ちょっとずつ削ってったんですよ今ね、うん、支えがこれぐらいだったのを音程が上がることによるこの減りもあるけど、はい、それ以上により減らして、うん、より減らしたっていうので
より高く聞こえさせるような感じにしてますよね。あ、お、ちょっと今のもう一回いいっすか。今新しいやつなの。うん、ですよね。はい。ここはですね、さっきの序盤のガナリじゃないんですよ。これ教えてください。これこっちのガナリですね。これ、火星帯も入っているってことですね、バリバリに。そうです、そうです、そうです。むしろ、あの火星帯中心の。中心になって。歪みですね、これはね。あ、すごいね。あの、うっせぇばと一緒ですね、これね。あー。はーの、あ、そこだ。ここの、組織をここは使ってる。意外とライブで、アドさんこれ多用しないというか、頻度少なめなんですけれども、ここ入れてきたっすね。ここぞと。ここぞと。これ喉も落としながらですか？落としながらです。はい。落としながら弾きながら。弾きながら。やることが多いです。もちろんそれに限ったことじゃないですけど、ここはしてるでしょうね。うん。うわ、すげえ。いや、ここまた違う歪みで。違うの入りましたね。気づいてきてましたか？違いますよ、ここね。かっけえな、かっけえ、かっけえな。今、すごいっすね。すごい。裏声というか、こう、ヒュッてきましたね、今。ってね。はい。すごかった。すごい。次の誰よ、ここよ。おぉ、ちょっとビブラートかかってる。抵抗ない。てーみたいな。すごい。これいいですね。抵抗ない。いい。抵抗がない裏声だ。ツルツルだ。ピュアですね。ピュアでしたね。はい、ピュアだし、ちょっと太かったな。ちょっとオペラ調だったな。ここまでできますから、ハルさん。すげえ。しかもガラッとあったでしょ、さっき。うん。ちょっと前に、イエーみたいな。すごいね。やってんな、これ。すげえわ、これ。うわっ、うわっ、うわっ、マジ荒々しい。これすごいですね。今またこう、裏声も一瞬混ぜた方がいいでしょ。そうなんですよ。そう、そう。こんなことまで。さすがです。今のとこもう一回聞きましょう。ここやばい。うわっ、これはだから、あれですよね、もう一瞬の真剣白羽取りをこう、そう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 。すごいな。やばいっすね。やばいですね。やばいよ、これ。あ、綺麗。うわー、そこっけえやん。動いてるんですよ、動いてるんですね、結構ね。結構、まあまあタイトルもそうね、踊っちゃってる。あ、なるほど、うん、気だるい。これ、一番と全然違いますね。ちょっとそうですね、気だるくなんか流すように、すごい楽なトーンをちょっと強めに歌ってるような感じです、ね、これやっぱ何人か入ってます。いや、多分です何人かバオリしてます。何人かバオリしてるんですか。そう、そこから間違いない。すごいですね。そうそうそうす、表現してんな。ああ。あ、いや、こうああ、うわ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 、すごっ。これどうやってます？これ、喉やっぱりちょっとこう、うん、ちょっと絞ってる、絞り気味で。ここはちょっと絞ってますね。裏声からちょっともう一回いいっすか、今。今のとこですよね。うんうん、今とこ。セクシーやな、ここ。瞬発的にちょっとポジション変えてますね。うん、そこの手前の部分は。はい。詰まっては、うん、結構割と後ろめなんですよね、割と明け目、うん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 、広め、うんうんうん、で、夜行だからちょっとそのスペースを潰してる感じが確かに、うんうんうん、これだから裏声のポジションでは多分できないですよね。あ、できないです。できないんで、はい、ちょっと削減してるっすね、その、うんうん、裏声の時に使ってたスペースを、はい、まあ、2割か3割ぐらいちょっと狭くしてやってる感じ。これなんか僕今の聞いた感じだと、はい、他のその、前半、中盤も使ってた歪みとはこう違うような印象を受けたというか、うんうん、まあ、それこそこう火星帯多め、うん、そうですね、みたいな感じでね。そうです、そうです、そうです。中間地点というか、もちろんグラデーションなんで歪みも、うんうんうん、その細かめの歪みと粗いの歪みがあるんですけど、粗いよりの細かいみたいな。だからね、星帯も火星帯も使いこなしてますね、うん、確かに。すごいわ、担当がいるんかな、それぞれね。うわっ、ここやばいな、めっちゃ歪んでんな、ここ。これ
ここやばっ、かっこいいっすね。これはね、スクリームですね。これスクリームですね。これはスクリームだ、うん、これはね、ほとんどスクリームですね。これだからすごいね、ガードさんは、うん、これもいろいろな歪み、ガナリもそうだけど、うん、このスクリームが全然普通にできるっていうところができると思いますよ。あるわけですよね。できると思います。すごいわ。逆に言うとスクリームができないと、うん、あんなにこう歪みっていうかそのガナリもうコントロール効かないので、逆説的にスクリームはできるねって、まあ、思ってましたけど、うん、やっぱできますよね。すごいな。支えがやばいな。このガナリ支えがやばくて、はいはいはい、安心感やばいんですよ、このガナリ。ああ、なるほど、うん、全然その歪みが取れそうにないです。すごいね。取れそうにない。取れなそう。これはすごいね。すごい。これだから、その直前のガナリと違うんですよね。違う。これみんな、ここ何回も聞いて、うん、聞いたら分かると思うんですよ。よりね、深いんですよ。そうです、ね。より根を張らせてる。これ最後のこの、このロングシャウトが、これがスクリームですよ、完全な。いや、そうですね。すごい、うん、中盤に向かって。解説してください。最後ホイッスルじゃないですか、これ。もう一回聞いていいですか、うん、今のホイッスルじゃないですか。あおみたいな。あおみたいな。真似できるのすごいっすね。音程どこだろう、これ。こんなもんだから、G とかだと。こんな歪みまであるんですね。ねえ、すごい。これ、これ歪ませてんのかな。すげえ、うん。ここはね、呼吸量を結構増やしてます。うん。うん、ってやって、バーンっていってる、ね。バーンっていって、うん、裏返して、なるほど、ホイッスルに持っていくけど、言うのは簡単だし。まあ、シャウト混ぜながらね。そう。勇気がすごいです。勇気が。このライブのね、ここでね。勇気がすごい。うん、これやっぱり、失敗するリスクもあるんですか？あります。一方コントロール効いてないと。だからこれ、ホイッスルできる、うん。僕もできるんですけど、うん、ボールが、ね、専門なんですけど、はい、ホイッスルって、できるかできないか分かるんですよ、その、出す前に。あ、やっぱり。やっぱり。まあまあ、発声ってそうじゃないですか。もう準備の段階で。そうですね、うん。やっぱホイッスルってやっぱ、ホイッスルっていうか、まあ発声ってそうじゃないですか。歌ってる側だったから。歌ってる側、ね。歌ってる時に、今の喉の感覚だったらホイッスルいけるな。次いけるなって。そうそうそう。なんで、だから、別に心配して出してる感じじゃないと思います。なんかホイッスルあるあるなんですけど。なるほど。とは思うんですけど、でも勇気がある。そうですよ。めちゃくちゃすごいと思います。マジで。うん。ちょっとね、パターンが変わってね。うわっ、これあれですよね、いや、この音量で、この感じで、だから喉を締めるって言っても、はい、多分皆さんが想像するより締まってないんですよ。そうですね、皆さんが持ってる2割か3割ぐらいしか締まってない。ない。締まってないっていうか、締めてない。締めてはないですよね。締めてない、その、うん、ギリギリを攻めてる。ギリギリ攻めてますよね。いい発声を保てるギリギリを攻めてるし、うん、やっぱ滑らか、流動性がすごくあるのがすごいところですね、はいはいはい、これはね、自由、とにかく。いや、だからこれこう、ガナリ一辺倒だと、もうその、ザ・ガナリじゃないですか、じゃなくて、そのクイーンにふわっと乗ったり、この、このね、こう、いいですよね、このグラデーションというか。グラデーションが、はい、もうずっと聞けますよね。自由自在だから。自由自在すぎる。いやー。最後も見つけられました、ね、いや、本当にこれ多分、うん、マイライブ変わるでしょうね。あ、そっかそっか、多分ですけど。そうですよね、うん、どのライブも同じ感じじゃない、うん、いや、多分そうだと思いますよ。その時に、うんうんうん、アドさんが気分で引き出した引き出しで、まさに生ものというか、そうですね、やってるような感じだと思いますね。いや、素晴らしかったですね。素晴らしかったですね。ね。はい。なので、まぁ、ちょっと僕らならではの、そうですね、視点というか、マニアックな、マニアックな、オタッキーな、はい、発声オタクなんで、我々ね。そういった目線で解説をさせていただきましたけれども、今回の動画良かったよという方はぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録、まだお済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今日もありがとうございました。バイバイ。